スタッフが決めた台で実践プラスそこから2時間移動 NG。 1番はいはい、ミオさんじゃないかい。チェリーいきます。まだまだまだいけますか。お、52%、 2%ですよ。これは強いんじゃない。また流し編入ります。うん、あ、もう入ってますね。揃いました。おいや、白じゃねえや、日暮らしボーナスです。311ゲームです。よし、まあ ART も確定だし、富竹ボーナスじゃなくてよかった。はい、160枚で、とりあえず羽生モードです。おい、まあいいか。さて、あまだまだ一回チェリー引きたいですね。少ない記憶の中で、あのアチェリーを引けた時のやれた感が味わいたかったんですが、残念ながら。よし、レベル2。あ、まあまあ、信じてもらえない。 30% か、厳しいな。おお、終わった。速攻で184枚。にゃー、もう2時間過ぎてるんですけど、なんか意外とやれそうなんで、このままちょっと日暮らしで頑張ります。というか、むしろもうちょっと打ち込みたい。2021年の抱負なんかあったかな。あ、そうそう、ゴルフは上手くなりたいな。とはまあ2020年はね、コロナもあって全然なんか何もできなかったなっていう年だったんで、まあ、そんなことはないんですけど、実はしてることはあるけど、あっという間過ぎたんでね。2021年はもうちょっと一日一日を大事に使いたいかも。本当は2020年になんか舞台とかをやりたいなと思ってたんですよ。オーディションとかも行こうかなって勝手に思ってたんですけど、まあ、コロナがあったじゃないですか。結構そういう舞台系とかもだいぶ苦しそうで、まあ、なんかそれどころじゃない感じになっちゃったんで、あんまりそっちの方もできなかったんで、まあ、2021年がまだコロナがどうなってるか分かんないですけどね、なんか少し落ち着いてたらそっちの方とかもやりたいななんて思ってます。あう、やつそだ。一枚役の、おおおお、入ってるでしょ。これはあれ入ってないの。
当たってないんかーい。おお、びっくりした、嘘だー、来ました、逆転。嘘だっていうのはレナだけじゃない。はい、当たってました、ちゃんと、313ゲームです。まあ全然まだ持ちコインもあるし、これでまた500枚ぐらい出せれば。あ、おやしろボーナスだった。さっき白白赤でね、揃わなかったから富竹かと思った。おやしろボーナスです。いやでもテイスト的にはマジで前作と一緒ですよね。まあ枚数はちょっとやっぱりボーナスの払い出しは減ってますけど、すごい仕様的には日暮らしの祭りの初代と一緒です。出るか出る。さあ202枚獲得です。よし、OK、赤、あー外れ、うん、あー、おっと、おっと、ラッキーパターン。さあ、レベル2です。チェリーを置きたいんだけどな、一回そこで邪魔。20パーやばい。あ、終わった。うー、222枚もどかしい。なんだ、お、いや、先ほどの。あ、強いな。ゲーム系の画面になってますけど。はい、暑かったです。一枚役で、結構すぐだな。うん、赤頭、日暮らしボーナス早い。あれ、しかも 20% ある。 ARG 中にボーナスいきます。え、これでもさっきのつながってます、枚数ですよね。じゃあそうなんだ。はい、おおおお、当たってる、やった。今の一枚役で当たりました。やったぜ。さて、よし、まあいいでしょう。日暮らしボーナスです。38ゲーム。このコンプレックスイマージュって曲がすごい好きです。以上です。393枚、まあ、前回からのつながってる枚数ですけど、まあ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 、よしよし。70%、いいぞ。
だだ、かけら海藻、めちゃめちゃ、ストックもされて ART ストックもされて高確率ですね。回避ポイントは行きました。でまたさらに溜め始める。おーおーおー、終わった、終わっちゃった。飲んだよな、チェリーが欲しい。あー、はい、よし、ゲイ。さあ、50ゲームです。箱使っちゃおうかな。お、まあまあ、でもまだありますんで。なるほど、なんで出ないんだろうと思って焦っちゃいました。当たっております。さっきのこぼしてたのが一枚役でって感じですね。おお、富竹かと思ったら違いました。日暮らしボーナスです。よし、うん、順調順調。2%です。おいね、 2% ですね。2%です、すごい。 2%、 はい、絶対今、すいません、今絶対ダメだって思った。そう、30ゲームか。まだある、これが最後かな。うわ、もうか。よし、もうボーナス当てないとやばいです。お、起こせますか。お、デカプッシュ、よし、よかった。あ、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、総付けでアルコールスプレーいただきました。あまりここまで細いのは持ってないんで、カバンの中にスッと入れておけますね。ありがとうございます。そしてちょうど惨劇回避なんだ。うー、富竹、富竹か、富竹でしたけど、まあまあいっか。50% だからな。おお、 2%、 これがあと何度か来てくれると。バカ、なんで 50% しかない。もうここですよね、チェリーを引きたいのは本当に。ああ、おや、止まってくれた。あ、なんでここで失敗するかな、かっこ悪。はい、うん、まあしょうがないです。
まあでももう何にもない、何にもない、やばい。うん、これですね、さっきからちょっとやれてなかったんですけど、リプレイがここで、転廃したらもうチャンスゾーンは運命分岐モードは終わりなんですけど、これで白7上段中段あたりに狙って、中段にちゃんと止まると、次回のチャンスゾーンの天井が200ゲームです。でこれが失敗しちゃうと400ゲーム天井になるんで、まあ200ゲーム天井なんで打つべき、まあ本当やめるならもうすぐそこやめ、まあでも打つべきだろうな、打ちます。714枚、まあまあまあでも結構一撃でゲットできましたよ。かなりプラってるんじゃないですかね。だって投資2000円ですもんね、2000円のまま。おっ、1枚役です。めっちゃ怒ってる。お、熱い。あ、ここで引いたの。あら、あ、早い、押すの早かった。当たっておるな。おーおーおー、惨劇回避。お、198ゲームです。チャンスゾーンの天井に行く前に当たった。よっしゃー、よし、行く。日暮らしボーナスです。まあ、結構もったいないことしたな。全然白7ビタができなかった。パー白かな、 OK、 赤、赤、赤、おー、うまい。と見せかけて赤、違った、はい、ふー、うーん、つか、お、スイカで、え、なんでなんでだよね、そうそう、いやびっくりした、ちょっと羽生モードにいたのにって思っちゃう。何回来てもこれ焦る、当たりました。スイカで当たったのか、すごいな。はい、あ、富竹、富竹ボーナス。お、ミオさんだ。まだ羽生モードですから、たくさん。はい、ひー。30%。はい、ひー。うん。よし。さあ、行こう。当てよう。はい。はい、ごめん、 40%、 うーん、なぜ、よし、 50%、 出た、出ない、セーフ、出ないんかい。ここも転廃もしなかったんで、232枚、うーん、
とてもやめやすいっちゃやめやすいですね。もう少し打ち込みたい気持ちはありますけど、泣く泣くね、時間が来ちゃったんで終了とさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、お疲れ様です。めちゃめちゃいい。1119枚です。回収実戦終了、お疲れ様でした。本日はですね、スタッフの指示した台で実戦プラス2時間移動 NG という、ものだったんですけれども、日暮らしの泣く頃に祭り2、出させていただきました。まあ、寝台でね、初打ちだったんですけど、かなり調べながらやらせていただきましたが、見事プラスになりました。イエス。投資がなんと2000円、回収、1119枚ということでプラス1019枚です。いや、なんかありがとうございました。最初はちょっとおっと思いましたけど、結局日暮らし好きだし、てかなんならもうちょっと打ちたいぐらいなんで、結構台も挙動良さげで、まあ、下ではないかなっていうような、まあ寝台だし入っててもおかしくないかなという感じなんですけど、よくぞ寝台を進めてくれました。ありがとうございます。見事プラス1000枚超えということで、はい、2020年ですね、今年最後の収録だったんですけれども、まあ、すごく気持ちよく締めくくれたかなと思っております。はい、ありがとうございます。まあ、今日はプラス1000枚で昨日負けた源さんの負けを取り戻せたかなと、個人的に思います。年末年始は源さんかな。違う。日暮らしをね、もうちょっと打ち込んで、知識ももうちょっと頭に入れてから、また機会があったら無茶ぶりで打つかもしれませんし、まあ、打たせてもらえない可能性もありますけど、また次回もよろしくお願いします。ちょっともうちょっと練習してきますね。はい。ということで、今回の無茶ぶりもあんまり無茶ぶりじゃない感じで終わっちゃいましたけど、はい、次回の無茶ぶりに、心の準備をしつつ、本日はこれにて終了とさせていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。